いいか、本格の大泥棒にはな、決して破っちゃいけねえ掟ってもんがある。うん、一つ、自分より弱いものから奪っちゃならねえ。二つ、自分より貧しいものから奪っちゃならねえ。三つ、泣いてるやつから奪っちゃならねえ。四つ、身ぐるみ剥いでも誇りだけは奪っちゃ。おっと、あ、続きは後でだ。向こう行ってろ。熱心だね、後進の教育。そんなところだ。砂漠で生きるためには、その、なんだ。何よ、優しく話せるんじゃない。 うるせえクソが、お前ら何しに来やがったんだよ。水源玉についてイスタンタールでいろいろと調べてきたんですよ。水源玉を？実在していたみたいですよ。文献もこんなに残ってますし。ほら、ここから西の、あんたの足跡があった何遺跡だっけ。そこが怪しいんじゃないかって。あんた何か覚えてないの？そう言われてもな。あの遺跡の中は随分と探索したけど、あ、そうだ、あのアジトの下にはもっと奥に続く洞窟があるぜ。地盤が脆くて大したお宝もなくてな、探索すんのも億劫になって埋めちまったんだ。アジトにある椅子んとこ調べてみろよ。盗賊のアジト、椅子んとこね。Thank you.
どうした、ユウ。いや、あのジャッカルって人、それにディローザって人もか、どっかで会ったことあるような気がして。え、あの二人と面識あるのかい？イシタンタールに留学中にってこと？この国で暴れ回っていたジャッカルはともかく、ディローザが准教授になったのはユウの卒業後の話じゃないのかい？ですよね。そのあたりが曖昧なんですよ。あんなに立派な考えを持ってる二人を思い出せないだなんて。立派な考えねえ。かたや民を指導する若き砂漠の自警団、もう一人は夢のエネルギーで世界から争いをなくそうとしている准教授。とても立派じゃないですか。ちょっとアウトローな柄が悪い感じはするけどね。そう、マグノリアが正解。ジャッカルは今でこそ砂漠の自警団なんかしてるけど、元は盗賊団のボス。水を求めてオアシスにやってきた者を襲って身ぐるみを剥ぐような悪党だったのよ。え、あんな若いのに盗賊団のボスって。うん、確か僕と同い年。いろいろと事情はあったらしいけどね。じゃああの真っ赤なディローザって人は？あいつはね、女性を利用して国を堕落させたひどいやつなんだよ。そんなあいつが
世界のエネルギー事情のことを考えているだなんて。そうだね。人は変わると言うけれど、あの二人に関してはにわかに信じられないね。 How fascinating! イデアの知り合いは個性豊かな人ばかりね。そんな二人が同じ砂漠の秘宝を欲している。何か一悶着ありそうね。それにしてもあの柄の悪さ。イスタンタールの路地裏でたむろしていた不良連中を思い出すな。ああそうだね、そういう系統の人たちだね。そうそう、私がエタルニアの路地裏でぶっ飛ばしてたような奴らよ。ユウ、大丈夫だった？あなた絡まれたりしたんじゃないの？ええ、でもちゃんと仕返ししたし。ジャンが、アジトの椅子ってこれのことよね。仕掛けってどこ？あ、イデアさん、勝手にいじらない方が。どんな罠が？この剣、うわ。あ、動いた。あ、階段で、でしょ？この剣が怪しいって最初から思ってたんだ。あはさあ、じゃあ行きますよ。
これが水源玉。これを台座に戻せば。へえ、こんな風になってやがったのか。あ、ジャッカル。なるほど、水源玉をこの台座に戻せばいいみたいですね。台座に乗った水源玉から膨大な水が生み出されて、ここから地下水脈に流れ込み、それがオアシスを潤してラクリーカの井戸も満たすわけだ。誰だ。素晴らしい。その水源玉こそドリームエナジーの安定に欠かせない、まさに宝の玉。ああ、砂漠を越えてこの遺跡までこそこそ後をつけてきた甲斐があった。その宝珠こちらに譲ってもらおうか。な、何言ってやがる。この赤い親父はよ、オアシスが枯れかけてるんだ。水源玉は台座に戻すに決まってんだろ。別に決まっちゃいないさ。そこら辺の事情はちゃんと説明したはずだよな、元帥霊嬢とそのご一行様。俺様は聞いてねえぞ。ちゃんと説明しやがれ。お前さんに言ってもわからんよ。すっこんでな、玉をこちらに渡してからな。だとこの野郎、水は今必要なんだよ、今すぐに。ええ、じゃあこうしよう。砂漠の民は移住してもらおう。水の豊富な、そうだ、フロウエルにでも。何を夢みてえなことを。いや、可能なのだよ。ドリームエナジーという夢の資源があれば、このエネルギーが完成すれば、未だかつてない富をこの国は手にするだろう。お前さんたち砂漠の民だってフロウエルの一等地に住むことだって可能なはずさ。この国の抱える問題、そのほぼ全てが解決すると言っても過言ではない。まあ逆に失敗すれば町一つ壊滅に追いやるほどの破壊力ではあるがね。そんなクソ危ねえもんのために、なんで俺たちが苦しい思いをしなきゃなんねえんだよ。将来のルクセンバルク、そして将来の人類のためさ。でも世界がこれまで経験したことのない恐ろしい兵器に利用される可能性もあるんじゃ。さすが講師にその名を残す優等生。しかしそれを封じる手立ても実は考えてあるのさ。ばらまくんだよ、世界中にばらまく。そうすりゃ強力な抑止力になるだろう。ガキの喧嘩でも大人数同士の殴り合いでも、国と国の戦争だってそうだ。あらゆる争いの中で最も被害が出るのは互いの勢力の均衡が崩れた時。つまり完璧なバランスを取ってしまえばいい。新時代の夢のエネルギーにして最強の抑止力、ドリームエナジーの力でね。何ごちゃごちゃ小難しいこと言ってやがる。てめえ、ボリドリが言ってたやつだな。てめえみてえに下水不良中年なんかに砂漠の宝珠水源玉を渡してたまるかよ。そらこっちのセリフだ。水源玉は未来の人類のために欠かせない宝。ただ求め願い、嘆くだけの愚かな民衆のためにわめき散らすだけの小僧に渡してなるものか。なあお前ら、黙って見てねえでこの野郎を何とかしてくれよ。たった今水が飲めなくて困ってる奴のために俺様に加勢してくれな。イデア、かの聖騎士の娘ならば市場に流されず賢明な判断ができるだろう。世界のために、未来の人類のために、俺に味方してジャッカルを倒すんだ。なんのかこら！だと？ガキが！
どうしましょう。やっぱり砂漠の民を、枯渇してるオアシスを放っておくわけには。でもあの赤い人が言ってることは、あいつが言ってること一理あると思う。昔師匠のあいつと同じことを言ってた。亀甲は生をもたらし、鮮血したたる刀を腰に示してこそ争いはやむってね。うん、オアシスを守るために赤魔同士ディローザと戦うか。ドリームエナジー開発のために盗賊ジャッカルと戦うのか。どうする、どうする。私なんだって、おめえら困ってる民を見捨てるってのかよ。どうあっても俺様と戦うっていうのか。痛い目に遭いてえらしいな。くそ、何が世界を救った英雄だよ。野郎ども出てきやがれ。せっかく真面目に生きてみたのによ。俺はあと何回裏切られればいいんだ。砂漠の自警団、いや俺様は盗賊ジャッカル。砂漠の民のため水源玉はいただくぜ。
アシスの水はやはり残りわずかになってしまったそうです。そう、忙しそうね。ドリームエナジーの研究が承認されたんだって？ええ、おかげでこうして設備の発注やら研究員の増員やらでてんてこまいです。で、ディローザ主任教授のやつは各国を飛び回っているか？はい、そうなんです。いや、時間がいくらあっても足りませんよ。聞いて、今日はドリームエナジーがもたらす抑止力と新エネルギー政策の打診、それから聞いて。え？ディローザのやつが、あいつが戻ってきたら伝えてちょうだい。そしてあなたも胸に刻むのよ。ドリームエナジーの研究ができるようになったのは砂漠の民の涙のおかげってこと。夢や理想を語るのはいい、未来を描くのも争いのない世界を作るのもいい。でもね、この研究のために実際に涙を流した人たちがいるってことをね、決して忘れちゃダメよ。はい、肝に銘じます。きっと、いえ、必ず実験を成功させてみせます。その言葉を聞けてよかった。あの赤いおじさんはともかく、あなたには期待しているんだからね。楽しみにしてるわよ。Thank you.
ここに魔王が眠っているの？そうなのであります。きっと魔王が落下した衝撃でこんなえぐられた地形になってしまったと考えられます。ずっと正気が強く近づけなかったのでありますが。なるほど、報告通りここ1ヶ月で正気が薄まり、もはや大丈夫でありますね。正気が薄くなったのはどうしてかしら？単純に墜落した魔王がだんだん弱ってきている説もあるではありますが、そもそも正気が魔王から発せられたものかどうかもわからないのでありますし、何しろ誰一人として魔王の姿を直接確認はしてないのであります。魔王の状態はどうなってるのか自分の目で確かめなければ。それが私の研究者の使命なのであります。そしてそれを倒すのが私の役目だわ。うん、だね。よし、燃えてきたぞ。奥まで行ってみよう。
から最深部が見えるでありますね。あれ？でも何もないね。魔王らしきものはいないでありますね。不思議であります。本当にここにいたの？最初から魔王なんていなかったんじゃないの？そんなことないであります。私の研究と調査の結果、ここにいたのであります。その通りよ。魔王は確かにここにいた。え？マグノリア？この正気を私は知っている。私はここに落下したという魔王を知っているの。何の音？警報？違うわ。私の通信機よ。This is number 10345, Arch. Arch! We've been trying to reach you forever! Hold on. I've found some new allies here. We should speak their language. I want them to understand what's going on. And just so you know, make sure to call me Magnolia. Shōshisha, Magnolia. こちら、Moonfort のバイスプレジデント。ブラックベリーと呼んでくれたまえ。いきなりですまないが、新たな魔王が出現した。こちらの歓声をくぐり抜けて現在ルクセンダルクに向かっている。 Give me a break! 距離26000、接敵まで約1分。マグノリア、お前に任務を与える。この魔王をバッサーせよ。何？もうだいぶ弱らせてあるから問題はあるまい。了解よ、ブラックベリー。魔王バスターは使命を果たすわ。マグノリア、今のは何？私の上司から任務を与えられたの。新たな別の魔王が現れたから。ここに迫ってきてるから、それを倒せ、ですって。新たな魔王？どこ？この真上、距離はすぐそこ。ほら、見て。ここで迎え撃つしかないわ。みんな、お願い、手を貸して。うん。リーファは危ないから隠れてて。はいであります。来るわよ。でかい。魔王バスター、マグノリア・アーチ、その使命ここで果たし。
なんとか倒せた。ええ、みんなのおかげよ。私一人じゃ厳しかったわ。消滅したのを確認した。マグノリア、無事任務を果たしたようだな。ええ、ムーンフォルトを滅ぼしたあいつに比べればだいぶ弱い個体だったわ。しかしそれでも魔王を倒せたのは大きな成果と言えるだろう。今後もよろしく頼むぞ、魔王バスターマグノリア。ちょっと待ってマグノリア、どういうことなの？最初に言ったでしょ、私は月から来たって。月面に存在した魔王迎撃用の基地ムーンフォルト、私はそこに所属する魔王バスターなの。魔王バスター？魔王迎撃用の基地ムーンフォルト、月にそんなものが？そうよ、私たち月の民は大昔から魔王と戦い続けてきたの。どこからか飛来してくる魔王たちからルクセンダルクを守るため、厳しい訓練を受けた魔王討伐のエキスパートが私たち魔王バスターなのよ。マグノリアが魔王バスター？マグノリアさんが月の民であるのはこの際置いておいて、月では魔王の存在は常識だったんでありますか？ええ、私たちは代々魔王を倒し続けてきたのだけれど、今から約1年前、桁違いに強い魔王が現れた。私たち魔王バスターは総力を挙げてその魔王に立ち向かったわ。でも勝てなかった。たった一体の魔王に月の民は滅ぼされたの。ムーンフォルトを滅ぼした魔王はその後ルクセンダルクに向かったわ。生き残った私とブラックベリーは壊れた船を1年がかりで修理して魔王を追った。ところが機体のトラブルでエタルニアの山中に墜落。俺たちに出会ったってわけだね。この場所に来て確信したわ、この忘れもしない禍々しい正気。ここに眠っていた魔王は月を滅ぼした魔王と同一の個体よ。え、でもマグノリアは言ってたよね、仇は今浮遊城の中にいるって。ええ、ルクセンダルクに降下してきて初めて感じたあいつの気配は浮遊城からだった。でもこの地に残るあいつのこの確かな痕跡、詳しい経緯はわからない。でも魔王がどこにいようと関係ないわ。浮遊城に乗り込んであいつを探し出して必ず仲間の仇を討つ。そのために私はルクセンダルクに降りてきたの。一人でもやらなくちゃ。マグノリア、マグノリア、ごめん。え？気づいてあげられなかった。そりゃ月の民とか魔王とか月面基地とかまでは気づけるはずもないけど、それでも君が今までそんな辛い使命を、思いを抱え込んでたなんて、ごめん。一人でもなんて言わないで、俺も力になるよ。俺たち仲間じゃないか。仲間？そうそう、何一人でシリアスになってんのよ。仲間だったじゃない、出会った頃からさ。君はアニウスを助けたいと願う僕たちに心よく力を貸してくれた、かけがえのない仲間さ、最初からね。みんな、私も及
呼ばずながらお手伝いするではあります。仲間ではあります。よし、じゃあ今から俺たちはアニエス様を助けて魔王を倒したいだ。Good gravy。 ありがとう、みんな。うん、そうと決まれば一刻も早く浮遊所を見つけなきゃ。イスタンタールに戻ってもう一度情報を集めましょう、皆さん。先ほど新たな魔王がルクセンダルクに飛来したとの報告がありましたわ。ほう、してその魔王は？ルクセンダルクに到着した直後倒されましたわ、ユー・ゼネオルシア一行によって。ふん、あいつめ、なかなかやるではないか。魔王を倒せる力をすでに持っている。せっかく月の完成をくぐり抜けたというのに、情けない魔王ですわ。もっとも月によりよほど弱体化されていたのでしょう。ふん。で、我らの魔王は今はどうしている？相変わらずおとなしく眠っております。今のところ目覚める様子はありません。よろしい。この魔王とて我らの計画の一端に過ぎぬ。ことが終わるまでそのまま眠らせておくがいい。そうですわね、皇帝陛下。
珍しいな、ナダラケス地方で雨だなんて。参ったな、町までもう少しなのに。お待ちください皆さん、こんなこともあろうかと。ユウ、これは？ちゃっちゃーん、みんなの分の傘を用意してたんですよ。はい皆さん、どうぞ。うわ、なにこれ、さっきの魔王の？むぐぐ、気持ち悪いかも。やるね、ユウ。ありがとうございます、ティズさん。あれ、先輩の傘は？いや、使えそうなのが4人分しかなくてさ。俺はいいから、気にしないで使ってよ、リーファ。そんな、気にしないでと言われましても。だったら、ユウ、私の傘に一緒に入りましょう。え、いいの？もちろんよ。濡れて風邪でもひいたら大変だし、遠慮しないで。ほら。うん。ありがとう。あら、どうしたのユウ？顔が真っ赤よ。風邪でもひいちゃった？いや、なんでも。イデア、これはどういうこと？イシシ、ズバリこれはアイアイ傘よ。アイアイ傘？あ、好きにはないのかな。ルクセンダルクでは男女が一緒に傘を差すと。そっちの肩がびしょ濡れじゃない。大丈夫だよ。それよりマグノリアは大丈夫？足元に雨がかかってそうだけど。私は大丈夫だから、ちゃんと濡れないようにしてね。大丈夫だよ。それよりもそっちは大丈夫？足元に。うんうん、いい感じだね、あの二人。でもやっぱり窮屈そうだよね。よし、僕の傘を貸してや。へい、この僕年人。ああ、ひどい、傘が折れちゃったじゃないか。はい、ごめんごめん、手が滑っちゃった。思いっきり足で蹴ってたのに。細かいことは言わないの。そして話の流れ上、この傘には入れてあげられないから。僕年人なティズがいけないんだからね。で、あります。なんなんだよ。あ、アニエス様からの通信だ。皆さん、浮遊城の現在地が分かりました。え、どこです？昼間は相変わらずの熱気、そして数多くの歯車が回る音、これはきっとラクリーカか。はい、間違いありません。あら、ティズどうしました？ずぶ濡れじゃないですか。ああ、これよかった。え、何が？ちゃんとお風呂に入れてるんですね。心配してたのですよ。あら、ユウも顔が真っ赤。長湯には気をつけてくださいね、昔から。あ、切れた。あ、アニエス、ともかく元気そうでよかったわ。ええ、目標地点も分かりましたし、ラクリーカ、ここからそう遠くないですよ。皆様、私はこれで失礼するであります。今回の出来事を早速レポートにまとめたいのであります。魔王について何か新しいことが分かったらお知らせするであります。分かった、こまめに手帳にメモしておくね。先輩方、本当に本当にありがとうであります。うん、リーファも頑張ってね。
砂が。大丈夫ユウ。それにしてもなんだいこりゃ。これじゃ近づくことができないぞ。町のみんなは大丈夫かしら。イデアたちは以前もここに来たことあるの？あ、それ聞いちゃう？しょうがないな。聞くも涙、語るも涙の私たちの伝説を聞かせてあげるったらあげる。ごめんなさい、長くなりそうだから。やっぱりパスしていい？せっかくだから聞いてよ。私たちはこの国は風の力を動力にして重工業が盛んだったんだ。だけど風のクリスタルが闇に覆われて風が止まってしまってね。その混乱に乗じて悪巧みを考えた奴が現れて、ここの人はみんな苦しめられていたんだけど、そこに僕らが登場して風のクリスタルを解放しつつ悪人連中をやっつけたってわけさ。さすがティズさん、簡潔でわかりやすい説明ありがとうございます。すごいわ二人とも。むぐぐ、ティズ、私の出番取らないでよ。しかし風が吹かなくて困ってたのに、今度は砂嵐とはね。きっと皇帝の仕業だったりするんじゃないの？私たちを近づけないようにするためにさ。一旦イスタンタールに戻ってみましょうか。イスタンタールは魔法学園都市です。砂嵐を止める方法がわかるかもしれません。わかった、行ってみよう。ちょっと聞きたいんだけど。何？この五つ星の丸々様に聞きたいことだと？ゲゲ、こいつはあの時リーファをいじめてたやつじゃん。いじめてた？俺様がリーファを？人聞きの悪いことを言うんじゃない。俺様はただ課題を手伝わせてやると言っていただけだ。やれやれ、あの子は俺の後輩なんだよ。あまり絡まないであげてくれるかな。後輩？なんだお前、ここの卒業生か。名前はなんて言うんだ？ユーゼネオルシアだけど。何？あの名門ゼネオルシア家の方だと？ご在学中の星はおいくつでございましたでしょうか？一応君と同じ五つ星さ。ほう、俺と同格か。ふむふむ。うん、卒業の時に六つになったんだった。な、わかりました。今後リーファに絡むのはやめるっす。うわ、シンプルね。権威主義というかなんというか。一瞬で口調まで変わってるしね。本当は使いたくなかった手ですけど、これでリーファが解放されるならよかったですよ。それで先輩、俺様、俺に聞きたいことってなんすか？おう、君ももう知ってるかもしれないけど、ラクリーカが砂嵐に巻き込まれて近づくことができないんだ。
砂嵐を止める方法を探してるんだけど、君何か心当たりない？砂嵐だったらノルゼン教授に聞けばわかると思うっすよ。え、ノルゼン教授ってあの？知ってるの？ユウ。はい、この学園で最も力があると言われる、あらゆる魔法に精通する大教授です。確かに大教授だったら砂嵐を止めることくらい余裕かもしれません。でも人前に姿を見せないことで有名な人です。果たしてどこにいるのやら。それが数日前から学園内で目撃されたって噂になってるんす。学頭の大魔導室に行ってみてください。会えるかもしれないっす。ありがとう、行ってみるよ。どうもっす。ここがノルゼン教授の研究室のはずだけど。あ、君たち、ここは立ち入り禁止だよ。え、ダメなの？私たち、ノルゼン教授に会いたいんだけど。ちょっとユウ、六つ星の力を見せてやりなさいよ。この学園の卒業生、ユウ・ゼネオルシアです。ちなみに星、六つなのです。しかしですね、誰も通してはならないと厳命されているんです。どうぞお引き取りください。まだこっち見てる。参ったわね。どうする？そうだな、夜にでも忍び込むか。それはダメです。ん？どうして？人がいないであろう夜ならば忍び込むことができるかもよ。いや、夜だなんてもってのほかです。だからどうして？規則ですよ、規則。夜間は入室禁止なんですよ。いや残念だ、規則だからしょうがない。あの張り紙は？夜間の学頭利用は日の元にくれぐれも注意して。別に禁止でもないみたいだね。さすがティーズさん、鋭い。で、どうして夜忍び込むのがそんなにダメなの？七不思議だよ、学校の七不思議。七不思議？ああ、そんなの広告の士官学校にだってあったわよ。おお、本当にあるんですってば。理科室の人体模型が夜な夜な動き出すとか。あるある、定番だね。音楽室のウッドリートの肖像画の眉が動くとか。瞳じゃないんだ。トイレの穴子さんとか。うん？山のような大男が徘徊してるとか、真っ黒い猫が横切って不吉だとか。ん？不思議か？無人の大行動で出席を取る声がしたりすると、突然教室から女の人の悲鳴が。ちょっとマグノリア、いや、やめてよ。だってほら今ネズミが。ほら、みんな恐怖におののいて調査どころじゃないですよ。よしましょう、やめましょう。夜に調査だなんて、そうしましょう。まあまあ、そんなの全部迷信だよ。それじゃあ、夜にまた来てみよう。動じないっす、ティズさん。Thank you.
あら？中から光が漏れているわね。誰かいるのかしら？いやー！出たー！誰もいない研究室から漏れる謎の光！もう！ユウ！やめてってば！俺、怪談話だけは苦手なんですよ。じゃあ言うなっての！怖がるか怖がらせるか、どっちかにしてよ、もう！まあまあ、ひとまず入ってみよう。ふん、お前がの、いやいやいや、まさか。しかし星がそう告げておるんじゃからの。家庭が全くわからん。なんじゃこの1、2、6つの光は。ぬわーっと、誰じゃい？と、なんじゃ、お前さんたちかい？俺、あなたは、あの時の占い師さん？どうしておじいさんがここにいるの？かっかっか、何もおかしなことはないわい。ここは大魔導室。わしの研究室じゃからな。え、じゃああなたがノルゼン教授だったんですか？そうじゃよ。史上23番目の六つ星学生、ユー・ゼネオルシア君。うわ、わしはこの学園で教授を務めるノルゼン。専門は占星術、趣味は社交ダンスと盆栽じゃ。でも、どうしてその教授がエタルニアにいたの？星が世界の危機を兆しておったからの。地図を目覚めさせる方法を探し出し、エタルニアまで出張ったのじゃ。ところが帝国が襲来し、地図には近寄ることもかなわなくなってしまった。再び星を見、お主ら4人を巡り合わせたというわけよ。そうか、この人のおかげで僕は目覚めることができたってことだね。ありがとうございます、教授。ほう、お主が英雄ティズオーリアか。そしてこっちがあの星の、なるほど、吉兆であったか。ところで教授、ご相談があるんですけど。なんじゃ？今、浮遊城がラクリーカ上空に来てるんですが、砂嵐に囲まれてて近づけないんです。教授は、あの砂嵐を止める方法を何かご存知ではないですか？砂嵐を止める方法か。もちろん知っておるぞ。やったー！さすが大教授！どうやったら止められますか？よく聞くのじゃ。あの砂嵐は、わしが起こしておる。教授、今なんておっしゃいました？ラクリーカの砂嵐は、皇帝じゃなくて、あなたが起こしてたの？その通りじゃ。浮遊城を落とすためにの、お主たち4人に浮遊城を追うように導く反面、わしはわしで帝国を倒す術を探っておったんじゃ。そして至ったのがこれじゃ。この大水晶で魔力を増幅し、砂嵐を巻き起こす。いずれ浮遊城は砂嵐に飲み込まれて落ちるじゃろう。皇帝ともどもな。で、ちょっと待ってよ。そんなことしたらラクリーカの人たちはどうなるの？甚大な被害が出てしまうじゃろう。しかし、この機会を逃せばチャンスはない。
尊い犠牲なのじゃ。せっかくあの浮遊城をわしの魔導結界の中に捕らえることができたのじゃからな。ラクリーカの人たちにはすまないが、このまま皇帝を始末する。 How could you? 許されることではないわ。浮遊城の中にはアニエス様もいるんですよ。教授はラクリーカの人々もアニエス様も犠牲にするつもりですか？わしとてそれを望んでおるわけではない。だがこれが最も犠牲の少ない方法なのじゃ。ここで帝国を食い止めるのがわしの使命。理解してもらおうとは思わん。わしはわしなりに最善だと思う道を選ぶだけじゃ。そうですか。だったら俺たちも。ああ、僕らなりに最善だと思う道を選ぼう。俺はアニエス様もラクリーカの人々も守ってみせる。はあ、立派な覚悟じゃの。じゃがな、力なき者がいかに理想を掲げようと無意味じゃ。自らの理想を貫いて皇帝を倒すというのなら、まずはこのノルゼンを倒してみせよ。先制術師のアスタリスクを持つわしをな。それができなくば、タミヤ、法アニエスを救うことなどできまい。自分たちに理想を叶える力があるか証明してみせい。イスタンタール大教授、百万星のノルゼン、加えて先制術師のアスタリスク所持者なり、これより試験を開始する。はじめ。教授、あなたは本当にいいと思ってるんですか？目的のために人を犠牲にするなんて。ああ、それがわしの選んだ道じゃからな。2年半前、クリスタルが闇に覆われた時、わしは事態を静観することしかできなかった。様々なものの正義が複雑に絡み合う戦いの中、わしは誰に組みすべきか決められなかった。同じ過ちを繰り返すわけにはいかぬ。こたびこそわしはわしの正義を信じる。あの頃は私もそう思ってたよ。自分の正義を貫くことが大切だってさ。そして僕たちはたくさんの犠牲を出した。もう僕らは簡単には選びたくない。誰かを犠牲にする道を選びたくはないんだ。お前たちの力がこれほどまでのものとはな。教授、もう一度お願いします。砂嵐を止めてください。俺たちが必ず皇帝を倒しますから。なるほど、言葉だけではないようじゃな。わしの負けじゃ。
どうやら迷いがあったのはわしの方じゃった。ラクリーカはわしの生まれ故郷。わしとて故郷が押しつぶされるのは見たくない。団長の思いで砂嵐を起こしていたんじゃが、そこにわしが諦めた理想を語る者が現れた。わしを力でねじ伏せ、わしの信じた道を見事に覆してみせよった。ならばわしもお前たちにかけてみるとしよう。やった。じゃがその前にお前さんたちに大至急やってほしいことがある。やってほしいこと？ある品を手に入れてほしいんだ。なだらけすに伝わる秘宝、時空の羅針盤という品じゃ。浮遊城はこの大陸に来てからあちこちを飛び回っておるようじゃった。まるで何かを探すようにの。わしはあらゆる文献を調べ、星の運行を読み解いた結果思い至ったのじゃ。あやつらは時空の羅針盤を探している。時空の羅針盤？世界を変えるほどの力を持つ品と文献にはある。万が一にもあれを皇帝などに渡すわけにはいかん。時空の羅針盤はなだらけす砂漠の南、風の神殿から東の森を抜けたところ、なだらけす海食堂に隠されている。皇帝よりも先にそれを入手するのじゃ。釣れたにゃ釣れたにゃ釣れたのにゃ、おいしい情報釣れたのにゃ。ん？何？猫にお兄ちゃんたちを追わせていたのにゃ。そしたら思いがけず時空のなんとかバーンの情報が手に入ったにゃ。これで皇帝にまた褒めてもらえるにゃ。君はあの時の。ミネットは猫使い、お仕事は猫のお世話と暗殺にゃ。猫はいいにゃ、決して裏切らない。猫はいいにゃ、見返りを求めない。猫はいいにゃ、一人でも生きてゆける。みんな気をつけて。行け黒猫一号。にゃー、ぐわー、教授。にゃにゃー、すべての猫はミネットの思うがままにゃ。教授大丈夫ですか？教授、これで砂嵐は止まるにゃ。皇帝に知らせに行くにゃ。お兄ちゃんたちの相手はまた今度にゃ。というわけでさらばにゃ。シスケリンドウェイ、あの子を追う。いや、それより教授が。しっかりしておじいさん、今手当てを。よいわお嬢ちゃん、星が告げておる。まさか自分の式を読み誤るとはの。これもラクリーカの民と法王を犠牲にしようとしたことへの報いか。そんなことそんなに辛そうな顔するでない。これも自分で選んだ道の結果、そなたたちはそなたたちの道を行け。こんな結果ではない、より良い未来を目指して。はい。いい返事じゃ、頼もしい星たちよ。さあ、最後の頼みじゃ、時空の羅針盤を手に入れるのじゃ。あれだけは皇帝に渡してはならぬ。わかりました、お任せください。頼む。
頼むぞ。お前さんたちの理想叶えてみせよ。おじいさん、ノルゼン教授との約束守らなきゃね。ああ、それが僕らの責任だ。マグノリア、ごめん。ありがとう。ん？何？どうしたの？君の使命は、浮遊城にいる故郷の仇、魔王の撃退だったよね。ノルゼン教授の砂嵐を解除しなければ、君の目的は、果たせたかもしれないのに。聞いてちょうだい。知っての通り、私の故郷は魔王に滅ぼされたわ。それでも月の民の使命を果たそうと一人ルクセンダルクに降りてきた。月を経つ時、上司に言われたの。お前は強い、だが一人でできることは限られている。ルクセンダルクに着いたら新たな仲間を作れって。私は不安だった。いえ、ほぼ諦めに近い感覚だったわ。見知らぬ土地で一緒に戦ってくれる仲間ができるわけがないって。なのにルクセンダルクについて最初に出会った人が仲間になってくれた。それは本当に嬉しかったことなのよ。その時から私の使命は魔王を倒すことだけじゃなくなったわ。あなたたちの力になりたい。みんなと一緒にアニエスを救い出す。いい？ユウ、私もアニエス様を助けて魔王を倒したいの一員なんだからね。マグノリア。うん、マグノリアの言う通りだ。僕らはただ一緒にいるだけじゃない。使命も目的も共有する仲間なんだ。そうですね、使命も目的も共有する仲間、素敵ですね。魔王を倒し、皇帝もぶっ飛ばして、アニエスを救う。俺たちならきっとそれができる。頑張りましょう皆さん。